杉越の祭りを主催した吉や、猫にせよ当選号して戦死についてお話します。まあ、以前ですね、祭司ヒルキアの立法の書の発見によってですね、まあ、それを、まあ、吉野が読んだというお話をしましたけれども、まあ、その他の部分でね、吉野を掘り下げようという動画ですね。紀元前632年頃、吉野が逸れることなくダビデの道を歩み始めます。ということで、父とは正反対ですね。紀元前628年頃、ロシアは偶像を一掃します。治世12年ですかね。また、エルサレム神殿から全ての異教的要素を排除した上で修復しました。祭儀に関しては、エルサレム以外の地方聖書を全て廃止し、エルサレム神殿に限定した上で、ヤハエ礼拝のためのものに準拠させました。ロシアはこれらの改革をユダヤ国だけにとどまらず、新アシリア帝国領であった、ベデルやサマリアにまで拡大させました。紀元前622年4月3日夕方、エルサレムにて杉越の祭りが行われます。事前にヨシアはこの日に杉越の祭りを行う旨を通達していました。組み分けによって割り振られた祭司たちによって杉越の子羊が放られ、力づけられた祭司たちは再び神殿の奉仕に当たりました。レビ人には、聖なる箱は今はソロモンの神殿に置かれ、担いであちらこちらに運ぶ必要はなくなった。だから、あなた方の時間をヤハエとヤハエのために使えるために用いなさい。ダビデとソロモンの行った組み分けに従って、嘘の家ごとに神殿に捧げ物を持ってくる人々のために備え、杉越の子羊を放り、身を清め、そこに来る人々を助けなさい。すべてモーセによって示されたヤハエの命令に従いなさい。という命令が下りました。ヨシアは民衆が捧げる杉越の生贄のために、以下を寄贈しました。子羊3万頭、子ヤギ、3万頭、子牛3000頭ですね。また、神殿の管理者であるヒルキア、ズカリア、エヒエルは、祭司が捧げる杉越の生贄として、以下を寄贈しました。羊が2600頭、ヤギが2600頭、牛が300頭ですね。そして、レビ人の指導者であるカナヌヤ、その兄弟のシェマヤ、ネタヌエル、さらには、ハシャブヤ、エイエル、エホザバデ、が、レビ人が捧げる杉越の生贄として以下を寄贈しました。羊が5000頭、ヤギが5000頭、牛が500頭ですね。祭司が所定の場所に立ち、レビ人がヨシアの指示通りの任務につき、準備は完了すると、レビ人の手で杉越の子羊が放られ、その血が祭司に渡されました。祭司が血を祭壇に注ぐと、レビ人は放られた子羊の皮を剥ぎ、モーセの律法に記されている通り、焼き尽くす生贄として捧げる子羊の体を各部族の分に取り分けました。牛も同様に処理しました。そして、定められた通りに、杉越の子羊を焼き、性別された捧げ物を深鍋、平鍋、釜で調理し、人々に食べさせるために急いで運びました。その後で、自分たちと祭司の食事を用意しました。祭司は朝から晩まで焼き尽くす生贄と脂肪を捧げるのに追われました。こうして、ヨシアの指示通りに全てを焼き尽くす生贄がヤハエの祭壇で捧げられ、全儀式がその日のうちに終了しました。エルサレムに来ていた民衆は杉越の儀式を守り、以降7日間、酵母を使わないパンを食べる祭りが開催されました。過去にソロモン、ヒゼキヤの代にも杉越の祭りが行われましたが、それらをしのぐ規模でした。紀元前609年、第2代エジプト第26王朝ファラオの猫2世率いる軍が新バビロニア王国軍に追われていた新アシリア帝国軍を支援するため、カルケミシュ、現在のトルコのガジアンテプ県カルカミス、そして、現在のシリアのアレッポ県のジャラーブルスを侵攻する際、
ユダ王国を攻めるわけではないから軍を引け、と忠告し、ユダ王国の領土を通過しようとしましたが、ヨシアは許可せず、王服を脱ぎ、敵に気づかれないよう変装して、兵を率いて、メギド、現在のイスラエル北部地区の谷へと向かいました。そして、エジプト第26王朝とユダ王国の間で、メギドにて戦闘となりました。ヨシアは、エジプト第26王朝軍の射手の放った矢を受け、致命傷を負い、側近に、早く戦場から出してくれ、と叫びました。ヨシアは家臣たちにより戦車で運ばれ、エルサレムで死去しました。ヨシアは王室墓地に葬られました。ヨシアは独立国家を築くという野望を果たせず生涯を終えました。エレミアはヨシアのために哀歌を作り、神殿の歌い手たちはそれを歌いました。エレミアは祭司ですね。はい、この戦闘の結果、ユダ王国は敗れ、以降、エジプト第26王朝の支配下となりました。ヨシアの後任として、ヨシアの息子、ヨアハズが第17代ユダ王国国王に即位しました。以上です。